は岸さんのついに応援歌が、はい、ありがとうございます。待ってました。楽しみにしました。楽しみにしてます。実際に聴いてもらって、はい、いいっすね。気に入りました。いや、やっぱ応援歌、あの試合で出てやっぱ出てる方々皆さんあるじゃないですか、うん、でやっぱまだ僕できてなかったんで、まあ、いつかあの作ってほしいなっていう思いも持ちながらちょっと頑張ってた部分があったんで、うん、ちょっと こうやってあの応援歌ができて、またより一層ちょっと頑張れるなと思います。僕も楽しみにしていた応援歌を、作っていただきありがとうございます。そうですね、あのより一層、もっと頑張ってあのチームに貢献して、この応援歌をあの皆さんに大きい声で歌ってもらえるように、頑張りますので、また応援よろしくお願いします。自分こんな早くできていいんですか。いや、僕は嬉しい。嬉しい。いやー、ありがとうございます。頑張ります。嬉しい。打席とか立つ時があって、やっぱ応援団の聞こえたりする？応援結構聞いてます。聞いてますっていうか、うん、なんかそれが多分自分の打席の中で、あ、落ち着いてるなとか、うん、分かります。だから結構自分の曲できたら多分聞いてると思います。めっちゃ嬉しいです。しっかり高い目指して優勝に貢献できるように頑張るので、熱い声援をよろしくお願いします。応援歌できました。はい、そしたら聴いてもらいます。はい。この度は、僕の応援歌を作っていただいて本当にありがとうございます。まあ、今は2軍で調整している段階ですけれども、次の登板の時にはこの応援歌を聞いて、勇気をもらって、素晴らしいピッチングができるように、皆さんにお届けできるように頑張りたいと思います。応援歌を作っていただいてありがとうございます。萩尾くんの応援歌ができました。そういうこと？そう。ちょっと今これね、恥ずかしい。なになに？え、マジ？すげえ。どうすか？すごいですね。誰が考えるんですか、こんなの。これは応援団の人が作ってくれて。いつも。そうですね、あのスマイルは本当に、まあ、僕の中でも笑顔をすごい大事にしてますし、あの本当野球を楽しむという意味で、まあ、こうやって打席でも歌っていただけたら、また意識してできると思うので、まあ、もっと僕はこの応援歌を歌ってもらって、結果で皆さんを笑顔にできるように、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。